選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、共振者です。夜が更けました。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。そうだな。占い審議、占い審議っていうか、占い師に触れてた方がいいかなと思ってます。まあ多分何しようかになると思うから、その人の、どっかに芯がいると思ってるから、芯がいるから、その人の視点を詰めるためにも占い師に触れてった方がいいかなって私は思ってます。まあどんな要素でもいいと思っているから。で、あと、怪しいと思ったらそこを釣りたいっていう発言を、あ、2番さんお帰り、私、使用なしです。そこを釣りたいって言ってほしいかな。なんか役は人外っていう精査は好きじゃないです。なんかそこから役が出たとき、あ、やっぱ役だったんだっていう逃げ道にもなると思っているから、時点の黒位置も探しておき、そこから役が出たら、じゃあ時点でここが怪しいっていうのを言っていけばいいかなって思ってるから、ありがとうございます。頑張ります。はい。それぐらいかな。占い審議が大事かなと思ってます。はい。間違えてもいいから、触れることが大事かなって私は思ってます。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、9番さんもちょっと便乗になっちゃうけど、占い師に触れることで LINE って結構見れるんよね。例えば2番さんが占い師をした時に3番さんが、めちゃくちゃこの2番さん偽っぽいって言った時に結構2、3って、まあ、LINE 切りもあるっちゃあるんだけど、あんまり LINE 切りしないんよね。2、3がないとか LINE 見れるし、4番さんが逆に2、新っぽいっていう、そういう LINE も2、4がないとかも見れちゃうんで、もうちょっと一周目から出てきた占い師に触れてほしいが、そこからちょっと LINE で自分狼を探したいかなと思ってる。まあ9番さんに関してはその提案結構ムラリだと思うんで、まあ、9番さんが狼だったら相方が占いに出てその LINE とか見られたくないんで、あんまり言わないんじゃないかなって現状思ってます。なんで9番さんはフラットに若干白目かなって自分は思ってます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ、ちょっと聞けなかったんで、まあ、9番は2本釣りてあげろっていうのと、役割人が言うなっていうぐらいしか俺取れてないんで、まあ、あれなんですけど、まあ、グレーはね、一本指定した方がね、情報落ちると思ってて、役は2本指定した方が、ラインが見えるかなってところはあるんで、9番とは、まあ、違う思考だなっていうぐらい。はい。もう自分はそういう思考を持ってます。1番 LINE 精査するっていうのはあんまり、LINE 精査する。わかりました。あんま良くないなとは思ったんですけど。初日に関しては。はい。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師4城でした。お願いします。そうですね、新目負けたら結構イライラするんで、自己調占いしていきます。はい、その方が絶対にいいんで、それで負けても知らん、それは村がそのだけなんで知らんと思う。だからもうあれ、一角者役もあれ、簡単に占い師も全部俺が決めるんで、はい、はい、そういう占い師で今回はいきます。まず9については、黒石が上がった時に次の一応役権を無視するっていう論って、その後ちょっとでも雑な釣りになるんやったら4が絶対に、そうやったら陣が絶対利用されるんで、9が無理だったら絶対4がいいですね。1についたらあんま移動しなしですね。あと、移動しなしというか、ぶっちゃけあんま予想れんかったね。占い師触れたからって LINE が見えるうんぬんかんなんてぶっちゃけ無理なんですか。LINE 切っとんか LINE どうこううんぬんかんってつかないので、無益になるぐらいだったらあんまり俺は得じゃないですね、ぶっちゃけ。はい。陣が変な LINE 使えるとめんどくさいんで、2については全く移動しないですね。って思います。で、役については全部出て、殿下とやる気半分なくすんで。殿下ったら知らん。それはもうやる気なくして、マックも知らん。それは役割と思います。はい。ご主人かな。のプレイヤーが発言します。はい。まあ、率直に3番さんは真なのかなっていう疑問がありますね。真だったら暴走しないでくださいと思います。はい。なんか負けてもいいとか、そういうのは言ってほしくないですね。はい。なので、3番さんは、偽だった場合、強人かなって感じです。みんなからの警報を返そうだからっていう感じですね。はい。ごめんやけど、3番だと2番に触れないのってよくわかんないよね。俺、2番の後半言ってる意味がよく理解できなかったんよね。理解できなかったから、人外要素とは取れないけど、もう2番がね、なんか1番に対して言ってることが全く理解できんかったんよ。はい。2周目ちょっと教えてほしいっすわ。
はい、5番さんがちょっとあの翻訳できるんだったら翻訳してほしいですって感じです。はい、ただ1番さんがその村だった場合、9番さんがその占いで進路出てる場合、9番さんなんかその狼でその厚掛けしないだろう的なものはちょっと村だったらちょっとその思考は危ないかなと思ってます。5番さんどうぞ。5番のプレイヤーが発言します。はい、すいません、僕は翻訳できませんでした。はい、あんまりなんか入ってこなかったなという印象を持ちました。まあ、9番に関しては2周目だと思っているが、1番が9番に対して若干村要素を拾ったっていう、そのなんだろう、9番の村要素が自分には分からなかったですね。村りがある発言だから、それは1番視点ではあるが、1番視点で9番が村りのある発言だから村っぽいっていうのは多分ほぼほぼみんな理解できないと思っているから、1番が9番に対してなんか少しでも拾ったっていうのが自分は違和感、なんか変だなと思って感じたし、2番は1番に対して全く触れなんかそこをなんだろう指摘しないんだなと思ってるから2番も人外臭いなと思った。3番が1番2番に対して全く、はい、意見を言わないんで、なんだろうかな、まあ、3番死んだったら頑張ってほしいなと思ってるぐらい、基本的に4番の2番に対する精査は、まあ、近いなと思わなかったんで、4番は印象はいいなと思ってます。それぐらいです。まあ、4番と3番6番のプレイヤーが発言します。お願いします。占い師7番ランシロです。よろしくお願いします。太鼓の3番さんはなんか前村かなんかで嫌なことがあったのかなと、はい、3番さん気持ちお察しします。気になってるのは4番5番2番あたりが、4番に関しては3番が偽だった場合標準かなって言ってる試験が正直あんまり分からなかったかな。俺から見た3番って、俺は3番が偽だと分かってるんですけども、狼でも狂人でもどっちがあり得るしちゃったんで、4番が3番を狂人と置いた、まあ4番が3番を狂人と置きたい3、4、6ってあるかもしれんかなと思ったから。5番に関しては気になっていて、まあ、あの1番の9番、白置きというか、若干っていうあの発言で1番目線のね、一番はそれなりに色を落としてたと思ってるから、別にそれで一番が白いとかってはないけど、5番の一番ただけが不明。2番は正直何言ってるかわからないから、なしろ。7番のプレイヤーが発言します。村人新鋭でした。6番が4番に対する評価の仕方がちょっとおかしいと思っている。4番が3番に対して評価をしたのは、3番がもう村の民意なんか関係なく、もう自分がやりたいようにやるっていうふうに言ってたから、4番は3番に対して偽だった場合、強心目があるっていう発言だったから、6番は4番の発言を汲み取れておらず、4番に対して不当な殴りを入れてると思っている。現状、グレーで気になってるのは5番です、5番。あの、1番が言ってたのって、要は9番が、占い師が出てきたときに、そこをしっかり重点的に評価してほしいって言ってたから、仮にその占い師、まあ、狼で占い師語ってるとして、9番がそことつながる場合って、1番が言ってた、9番ってそういう評価って村目線にしてほしくないんじゃないか、だから9番は結構村目なんじゃないかっていう意見って、俺は1番の意見が分かったから5番が1番に対して取ってる評価の仕方がおかしいとは思っています。はい、かつなんだっけ、4番が2番に対する評価が同じだったって言ってるけど聞き取れてないっていう評価だけだから、それだけ。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番1周目お願いします。7番さんは5番さんが怪しいんですか？私、5番さんの怪しさはちょっと分からなかったけども、とにかく3番さんまでの話がちょっと私全然入ってこなくて、4番さんの翻訳、4番さん以降で翻訳してっていう話がすごくしっくりきて、分かりやすかったですね。やっぱり言葉は分かりやすいと助かるし、3番さんにお願いしたいのが、もう少しゆっくり喋ってほしいです、3番さん。何言ってるか分かりません、はっきり言って。はい。といったところですね。4、5、6、7はバッチリわかる。で、9番さんは変なこと言わないこと。9番さんは変なこと言わないこと。それだけね。言わない方がいいことは言わない方がいいです。はい。全然わかんないですね。一旦座ります。はい。9番のプレイヤーが発言します。八白ちょっと待ってね。八番さんちゃんと気になったけどな。私ね、釣り太一が5番2番だったから、2番さんに関しては私日本
ラインを上げろとは言ってないよね。素数で釣り位置を上げます。で、2日目、あ、2日目じゃない、あ、了解です。2週目、そこから役が出てきた場合って図点の黒い手を探していけばそこを上げればいいっていう話をしたから、なんか日本提示しろっては言ってない。そこは把握漏れで、5番さんに関しては1番さんに対して指摘してたけど、それは5番さんの主観で、1番さんは1番さんの色を落とそうとしてたかなって思ってるから、そこは7番さんの指摘は良かったかなと思ってますね。占い審議に関しては8番さんが言ってた、もう3番さん本当にゆっくり喋って、ただ3番さんがどんな場面になるか分からんのに役全部出してって言ったのは謎だし、6番さんが5にして向けたのは良かったかなと思ってるから、1番さんの話は聞かんと分からんけど、 3、6歳かけた時は6番の方がちょっと新っぽいかなって思ってたぐらい。1番が8白か、まあ潜伏理由とか聞いて、まあ決めたいかなと思ってますかね。現状初週の段階では3が2世かなとは思ってますけど、まあ聞かないと分からん、それぐらいかな。はい、グレーで釣りたかったのは5番時点で2番かなと思ってます。はい、1番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。8白で潜伏した理由なんだけど、まず8番さんから対抗がしようなければ、8番さんの強陣がないっていうのもかなりわかるし、陣外が1に白を打って2周目に出たらもう真爆上がりするんで狙ってました。で、3仕様って結構もらい有利なんだよね。霊能グッチョウで捨て声、2グッチョウも十分出せれるから、で3仕様になったのはいいんだけど、ちょっと自分の白先ちょっとあれなんで、1個無駄裏になってるんで、ちょっと騎士は自分声必ずしてほしいかなと思ってまして、俺も2番さんの狼かなり薄いかなと思ってる。3が4白の6が7白打ちって、俺2番さん結構怪しいなと思ってたのよ。けど3と6に必ず人狼は出てるんで、 HP が一番低いのは2番さんなんで、2番さんの人狼はないと思うん で、9番さんが8を怪しいんだよね。で、俺真なんで、9番さんが8を怪しんだ時点で、もう初日から自分の占い値、1の占い値に入るんで、9番さんも追ってません。ってなると、自分は3番さんが人狼で6強人だと思ってます。その理由って6番さんが3番さんを真と思って後半に白を打った。後半にご主人がいると思って白を打ったんで、6が強の3がロー。で、3が後半に打てるのってもう相方にしか俺は打てないと思ってるんで、3、4人狼の6強で追ってます。で、5番さん狼追ってない理由なんだけど、5番さんって前半で3人にヘイト向けできたのね。この3人から、ヘイト買うよ。だから5番さんの狼持ってないから3、4人狼で追ってます。2番のプレイヤーが発言します。そうですね、聞こえますか ?1 に関しては、もし、俺は1番の精査をしながら、あれ、もしかしてこれ、占い師かもって思っちゃったんで、あんま触れなかったんですけど、まあグレーだったらその精査やめた方がいいなって俺は思ったんですね。で、多分6、7人狼の1強はあるかなとは思ったけど、まあ3、1のシンガーもつかないですね。7番が1番をグレーかの、グレー視点で1番の精査ってあんまり俺は良くないと思うから、それを評価してたのが違和感。クラリさんギフト4番だと、まあ5番のが気になってるけど、まあ便乗1ってことで、はい、で9番って薬ケアでもう一本あげろみたいなこと言ってたような気がしたんだけど、把握もねえかな。あ、この座さんギフトありがとう。俺は1本指定の方がいいよって、グレーは薬は2本指定してっていう進行論をあげました。まあ聞こえなかったら申し訳ないけど、はい、だから7番の1番評価がちょっと違和感あるんで、まあ6、7ローで7番ってのは1番の色が透けているかなって感じだから、1、3が新居6番狼かなって思ってるんだけど、はい、まあそれぐらいですね、はい。まあ、4番5番の殴りはなんか若干不当に感じたんですけど、狼一は7なんじゃないかなって今のところは予想してます。はい、まあそれぐらいし、わかんないです。まあ発言聞いてどっか行きます。現状6つったら黒出るんじゃないかなって予想してます。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。うん、そうかな、あんまそうとは思わなかったけど、6強に1郎じゃないと思ってる。でも次は6でいいよ。1郎の場合9弾くからって計算で6の色みたいだけやったら別に1郎どっちでもいいけど、次は6強に1郎やと思ってるからどっちでもいい。
1の6確認できたら9弾くだけやから。その辺やったらどっちでもいいけど、1も6人外やろ。だから6に一応票を集められるんですよね。で、1もじゃあ6に行ったら、いうもんかな、ぐらいでいい。で、あと、6票邪魔に7囲った場合って、1出てくるんかなって論なんですけど、それはぶっちゃけわからん。でも一応電線を一応、あれ、その場合電線をおったから7弾く。で、8が囲ったのかどうかも、未だ保留。8のいる、全く落ちん。買ったかな。あと、あと9発射でいいか、一応言っとかな、これ。絶対書かれるもんな、どうせ。はい、ああ、小林人生の。9番が多分8とか、8とか多分表も出てだけだろうなと思って、1ピンにあんま見えなかったからっていう、結構浅い理由なんですけど、弾いてます。かな。あと5についてはね、ぶっちゃけ、わからんな、ちゃんとしてくれか。うん、別に、俺は別に、負けてもいいって言ったらそうなんですけど、別に、あ、負けた、あれ、俺の芯決めたずに、俺つって負けて損するの無駄なんで、別に俺関係ねえやと思う感じで今回行くので、その場合でやったら、嫌いやったらすみません。あの、8番さんに言うんですけど、多分まあ、どっかの村で、まあ、損するときは多分、性格性が変わってるんで、今回はそれで行くんで、かな、あと、早口やったっすか。あ、すみません。ぐらい。はい。全部言った。あと、岸で今からね、言っちゃえなと思ってる。岸、マジで。岸使用したやつ、絶対、一回絶対に、あれ、防御入ったねと思ってます。ぐらいかな。だから今日は6でいいよ。あ、6黒は見てないけど、別に一郎が見たときは今日8だけだから、とりあえず今日はその点だけを見たいだけなので、だから絶対売れないって言ったら9以外でとりあえず見ます。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、もう3は真ないかなと思ってますね。1番が占い3勝目だから、1番ローメがあるのに1番じゃなくて6番に行きたいっていう理由が全くわかんないですね。はい。あと2番さんとは結構視点が合ってるよね。1番さんだから3番さんをローで置くのがよくわかんないです。この話聞いても3番さんってローだと思いますと思うけど。まあ3番ずれでいいかな。強者ムーブしてる狼っていうのもあると思うから。はい。で、2番さんと結構ね、視点が合っててね、7番さんってね、5番さんの叩きっておかしいんよ。4番のことは評価してたけども、その7番さんって5番に対して、1番の叩きがおかしいって、俺も4番も5番と同様に1番の叩き、同じことをしてるんよ。だけど7番さんって5番さんにしかフォーカス当ててないの。おかしいなと思いますね。だからそこを、7番をいいって言った9番もこれはよくわかんないですね。現状5番は、5番2番は現状弾いてるんで、9、7にラストウルフがいるんかなって思ってます。はい。ぐらいですかね。僕のグレスケどうでしょうか。はい、5番さんどうぞ。あ、今日3番いきますね。お疲れ様でした。5番のプレイヤーが発言します。4番の3枚の精査の仕方は良かったと思ったけど、自分はグレーで変だなっていうか、2番おかしなんじゃないかなと思ってるんですね。はい。9番が村っぽく見えたんですよね。9番ってなんか、すげえグレーに殴って、あ、グレーで突いたいのはここって言ってるけど、多分グレーを突いたい位置って今日言う必要がないと思ってるんですね。わざわざ9番がグレーに対してヘイトを向けるのが、9番が狼っぽくないなと思ってた。9番オカミの時は多分、今日黒釣られたら結構辛い盤面だと思ってるから、占い師精査を頑張ると思うから、9番からこことここグレーだったら釣りたかったっていうのは、反対でオカミがないなと思ったから、4番の3枚の時が良かったけど、グレーの精査は自分とは違うなと思ってるから、2番、4番にいるのではないかと現状は思ってます。6、7から5番変だよって指摘があったけど、これ5と7が霊能師の笹さんの嘘を言ってた俺にセットバレるよ、ね。これは分からない。2周目聞かないと分からないけど、4番のグレーのセットが若干違和感には感じました。ぐらいかな、分かんないな。3番に行こうかなと思ってる。4番の3枚の指摘が良かったと思ってるけど、3強4ローはあるかもしれないっていうのが正直なところです。3種の結果見たら4番が得するし、グレーで5 7球に対して視点を向けて2番が強化をするっていうのが4番の視点があんまり理解できないなって現状は思ってるから、3強の4ローはあるかもしれない。その時って1、6が出てくるかっていうけど、自分は出てくると思ってる派なんで。っていうぐらいですかね。まあ1番は1番で占い師に対して触れてほしいっていう9番評価するんだったら、締めに出てきてほしいなと思ってる。現状3番に行こうかと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。4ロー3強の場合って4番がわざわざ囲われている強人に対して追縄持ってきてる、あんまり4番狼3番強人には見えなかったかなっていうか、4番2周目白く見えちゃったなって思っちゃったんだけど、1番が盤面考察しかせず、意図的にラインを隠している節があるので、まあ1ロー3強かなって思ってるんですけども、その場合って、まあ、5番、1番ぐらいかなと思ってるんですよね。
2番が盤面、なんか2番が、盤面上地域だったから、ね、ここで2番を囲わないのは2番が白。9番さんは、1番の占いをもらいたくない、もらってもいい人物だから9白って言ってる、1番狼で2番9番の票を回収してんのかなっていう安直考察なんですけど。だって俺の教授薄いやろ。上野に刺してるし。3番狼の時4番は正直見えなかったですね。わざわざ4番狼が3番に持っていく縄を持っていく構図が正直見当たらないですね。だったら多分2番の4番2番1って言ってるから2番の視点を変えて6つに持っていくと思ってるんですよね。今明確に正直どっちが狼どっちが狂人かってのは分かってないですけど、13、どっちにも繋がんないのが9番かなと思ってるから俺も9番を弾いてるんですよ。2番5番どっちかにいるかなと思ってる。1番いきます。7番のプレイヤーが発言します。まあまず初週の発言で、5番に対して指摘を入れていたのに4番には指摘が入れないのかって4番自身へのお礼の指摘があったけど、じゃあごめん、それ多分4番の発言俺抜けてたんだと思います。それは申し訳ない。4番がそういう発言をしていたならば5番と同様4番はおかしかったとは思っていますが、発言はそこは聞いていませんでした。グレーでおかしいと思ってるのは2番かな。てか1番が狂人オア狼の時って、2番狼だと俺は思うんだよね。だから1番が要は3番と6番が占い CO で2番を囲わなかったから2番が白だって、1番は2番のことを保護しているけども、1番自身が偽だった場合って3 CO 目で出てきた場合進行上占い師から行くことになるから、ヘイトが2番に向いていたとて占い師から釣ることになるから、1番狂人で2番が狼だと思い2番を保護する動きをは1番狼2番狼のペアセットで2番を保護する動きを1番がしたんじゃないかなって僕は思ってるから、現状1番は釣りたいかなって思ってるけど、1番の占いが8番に刺さっちゃってる。1番が真の時のケアって全くできていないから、まあ、3番6番からどちらかから行こうかなとは思ってるけども、3番6番から行く場合は3番かな。4番が言った通り 6番が狼1番が狂人で見えている場合って3番占い師視点って僕は6番から行くべきだとは思ってるから、僕はねそこ3番おかしいと思ってるから現状は3番から行きたいかなとは思っています。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番2周目お願いします。はい、もし9番さんが村側だったらあんまりスタンドプレイはやめてくださいね。9番さんあんまり3周用の時に頑張りすぎちゃうとブーメランで最終的に自分に波及が来ちゃいますからね。村側だったら9番さん冷静にお願いしますといったところですね。はい、まあ投票日の結論はおのおの自由に入れたらいいんじゃないですか。うん、ただ言いたいことは、9人村において人外を割り当てられる人が3人、村側を割り当てられる人が6人だから、まあ、自分以外にね、自分以外の8人に感謝してゲームを進めていくべきだと思いますけどね。はい、以上です。はい、全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠。3が白出た時に4に黒を打とうか、これ7に白を打とうか、6、7っぽいな。1か。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。キシないの透けちゃうって。それはいつまんないです。結構多分6強人の一番だと思って、6が最初に2にしてきて普通に強人で普通に黒打つ準備やとしたけど、2周目やったらもしかしたら1ができたから3、4があるかもしれんのができたから4に1をやって、その釣り位置が1に変わったって読んで6典型的な狂人やと思ってる。1の場合だったらな、どうだろうな、ぶっちゃけわからんかったね。7番のあれだな、1の場合やったらなって、若干見えちゃったから。いや3番1進やったらなって言ってるよ。あと4についてはな、6がちょっと4が2000って言って、1も次4って言われて、4がしかも3分この人頭4や、人外がこのように準備されておっても理解してないんやなっていうので、1が真の場合やったらって、もうだったら、あ、やっぱり聞こえてないかな、聞こえてないな。
1ヶ月に頑張って、あ、そう、ぶつぶつって電波悪いです、すいません。すいません、本当に。聞こえてるんかな、今。まだプツかな。ぶっちゃけ本屋になる4種類だけど、ぶっちゃけ4番いらん。4番に裏、4番、運命が悪い、これは。あとな、1郎の場合な、どうだろうな、わからん。7がちょっと見えたんかなってぐらい、1郎のマジ9がないと。時点で2かな。囲うかな、わからん。8が普通に弱すぎるから、逆にしろって勝手に思ってるから。かな、はい。もう4についたら普通に多分弱いかなと思った。頭弱いしかな。こういう人は本当不愉快と。って思いました。はい、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。何しろ。君から見た。だいいだろう、信じよう。いいだろう、信じろ。噛まれる、多分。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。まあ6か1に黒はいるんだけども、まあ、どっちか分かんないですね。もう思うとこ入れるしかないですけど。岸さんは守ってくれてありがとう。明日多分私噛まれちゃうけど、もう全然考察も何もなくてね。ただ3番さんは白でしたっていうだけで。はい、それだけです。はい、座ります。9番のプレイヤーが発言します。なんかあんまり視点更新がないんだけれど、三四郎やったら釣り切るけど、なんか初週の段階って8番さんがあの発言だったから、まあ1番さんが強靭で出てこないだろうっていう多分精査に入ると思うんだけど、8番さんが多分あの発言だったら割と釣られそうだったよね。で囲った強靭っていうのもあるかなとは思ってます。そんな頭は6が狼、1番さんってあ、3人入れてるか、ごめん表間違えた、1番が6人入れてるかと思ったからわかんないな。1番さんが6に入れてると思ったから、1番強靭に票集まらなそうなところに入れたのかなと思っちゃった。だから、発言期間とわからんけど。5番さんが、わかんない、本当に。わからんな、釣り切る。まあ、占い、なんでそこを占ったかっていうのは、まあ言ってほしいこと。どっちかに狼いるから、まあ、釣り切ります、絶対。うん、それくらいかな。わからん。3番さん言ったのは、そこで役で出したかったのかなって思っちゃったから。三四郎だから別に出なくてもいいのにって思って聞いたから、3番普通に出したい、人外かなと思ったからね。はい。わかんない。発言聞かんとわからんけど、占いは釣り切りますね。はい。1番。のプレイヤーが発言します。はい、まあ5番占って白でした。まあ占った理由ちょっと後で言うね。まず自分2周目の考察は3、4人狼で追ってたよね。3、4人狼で追ってたんだけど、2周目の4番さんの発言聞いて、4番さんが3に行くっていう発言聞いて、これちょっとさすがに3、4で初日仲間釣ると厳しいと思ったんで4弾きました。で7番さんの発言で一応怪しむ視点があったんで、あそこ1にすり寄らないと7が人狼の時って占い地に入るから、もう一応そんなに怪しんでくるとは俺思わなかったんよね。だから7を弾きました。でまあ昨日言ったように HP 精査、3と6に必ず人狼がいるんで HP 一番低い位置は2だと思ったんよね。だから俺はだから2は外してます。で9番さんはちょっと発言的に二周目に8を、自分の城先8怪しかったんだよなって有効言って、あれ1の占い地に入るから、俺そんなことしないと思ってるんで、やっぱ6、7かな。3番が後半に白打ち、強靭だから打って、もう6番さんが初日囲った6、7人狼。で、6番さんが昨日1に行く、7が1に行くってと言おうとした7が1怪しんだ理由。6、7人狼。で、まあ、騎士は俺声か8声かちょっと知らないけど、もし8声だった場合は、捨て声せずにとりあえず1声してね。ここで俺噛んでくる可能性も十分あるから。
とりあえず捨て声するぐらいなら1声にはとりあえずしといてね。今日は6番さんつってください。2番のプレイヤーが発言します。まあそうっすね、霊能声してるんだったら占い声してください。6いきますよ。7番の言ってることってさ、1番派生の話でしょ、2番単体の話じゃないからめちゃめちゃおかしいと思ってるよ。1番教授なし人狼だとき2番を保護しようとしてるから1、2があるんじゃないかなって、うん、だから7番の囲いは普通に入ってると思ってるけどね、はい。で9番は結局何も入ってこなかったけど、情報なんかあやふやにしてるなっていう印象っすけど、まあ、4番クロンとき、まあ視点一緒だったんでそんなクロックも見てないし、3番釣り寄せるっていうのはまあ、うん、結構恨まれる可能性があるからね、芯を残しての進行だから。4のクロンは回ってなくて、5番は2番、4番とは視点違くて2番が黒いと思っている理由がちょっとよく分かんなかったんだけど。で、9が疲労。グレーに視点を向けてるから。俺もめちゃめちゃ向けてるんだけど。なんで9番だけ単体除外なのかが分かんないですけど。はい、それぐらいですね。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、まず死体蹴りしますね。3番さん、死んだったらどうしようもないっすね。はい、遺言でもプツプツの中で1番死んとか言ってるんで、この人、はい、3番の死んはないっすね。強靭っす。6、1にどっちかに死んがいます。はい、6、7ともにね、もう6番狼の時俺7番だと思ってるんよ。6番7番が1日目の1周目ともに、5番叩いてるんだ。で、1日目の2日目で、7番は分からんけど、4番評価してるんだ。俺、評価一周されてるんかなって現状思ってます。6、7とも。7番も5番に対してしか叩かなくて、4番のあれ発言は聞いてなかったです。で、4番怪しむ視点がなかったんよ、ね。はい。1番狼の時は、俺5あんまり見てないんよね、5、2って正直。だから1番狼の時9番かなと思ってますね。9番でおかしいのはその7番に対するその指摘がいいって言ったところがおかしかったところと、9番って占いに1日目、1週目で触れてくださいって、俺多分ね、俺9番占い出るんかなと思ったんよね、潜伏で。出ずって感じで。で、1番さんは9番に対する評価がめちゃめちゃおかしい。俺1日目の1週目で指摘してるけど、村だったらその思考危ないよって、進路過程で出てる場合って、9番、村弾きしてるよね、1番さんって。まあ、村弾きっていうか、村目で、村目っぽいって言ってたから。だから、1、9、5は6、7だと思ってます。はい。2、5はもう見てないっすね、現状。まあ、1、6は話聞いて、どっちか投票します。5番のプレイヤーが発言します。いやー全然わかんねえな。あんまり話聞いてないんだから申し訳ないんですけど、1、9はないんじゃないですか。1番って、9番のブラ予想を拾って8番に白打っている。多分1番狼の時は9番の評判欲しい人物だから、1番9番ってあんまり見えないとは自分は思っちゃうんですね、正直ね。ぐらいです。あー、6番7番はある。1番9番があるって4番の師匠、ね、あんまり聞いてない。マジで申し訳ない。マジで申し訳ないなと思ってるけど、6番、7番はあると思っている。1番、9番はない。1番、狼の時は、まあ、3強で4ローはあると思うんですよね。だからその時1、4ローもあると思ってるぐらいかな。そうだよね。6番は2番、白だね。1番は結局5番占いは何でだったのかなと思うのは若干気になるなと思ってるぐらい。どっちだろうね。3番、強人だった。って置いたときって1、6だったら、まあ、6、7ともに初週で5番に対して殴っている、まあそれは6、7の考えなんだろうなと思っちゃうから、まあ、それはいいとして、めっちゃ黒いな俺、あんまり聞いてないから申し訳ないけど、1番9番はないと思ってるから4番とは視点がそこは合わないぐらい。
めっちゃむずい。ちょっと16は本当にわかんねえから、脳死で突き切ってグレード制裁やろうかなと思ってるやで、ね。いやー、ダメだわ。聞いてたよ、俺。でもやっぱ2番狼っぽいっすよね、正直ね。6番のプレイヤーが発言します。囲われてると思ってます。はい。普通に。まあ、1号ロールかなと思ってますね。4番さんに関しては、まあ、1級で見るっていう視点が、正直、俺3級4ローは本当に、4番がわざわざ初日で、囲われてて、3番強靭かなってわざわざ言ってるのが、3級4ローには正直全く見えなかったから、4番さん俺弾いてます。で、2番に占いの理由って、2番ってどっちにもつながるんですよね。1、2ローロー、3、2ローロー。はい。だからここ占いは、まあ、静着かなって思いました。5番囲われてると思ってますよ、基本的に。はい。俺の中の黒い血は明確です。5番占わせてください。ぐらいかな。まあ、ワンチャンあるとしたら1級だけど、1級だったらむっちゃうまくない1番さん。1級だったらちょっと尊敬するわ。7番のプレイヤーが発言します。まず、盤面的に白いと思ってるのが現状は4番なんだよ。まあ発言云々は置いといてまとめるとね、3番が最初に占い仕様で4番に白の状況、4番が狼の時に3番は霊能白結果だから6番と1番がどっちかが4番の相方だった時に、6番は1番っていうのが占い仕様を自称する必要がないと思ってるから、4番が相方の場合はね、だから場所的には4番って白いと思ってるから現状は弾いているんだ。で、あと5番で気になってるのが、要は2番だと思うんだけどなっていう話あったけど、4番って2番と5番を弾いているんだよね。自分自身が弾かれているのか、これ発言誰からだったっけ、弾かれているのか、俺からだったっけ、だからかもしれないけども、5番って2番のことを強く疑っているのに、グレースケールで合わない4番は疑わないんだって5番には正直思うし、か8最後か、8かつこの状況でのかなりの出番ね。うん、俺釣られたらな、釣られるんだよ。あと2番で一つ言っておくと、1番火星から、2番を評価しているのが7番がおかしいって言ってるけど、別に1番火星から2番評価して何が悪いのって思うから、それが何なのって思ったんだけど、要は3周目で出てきて2番っていう HP が少ないところを救いに来た1番、1番が狼、2番狼のペアセットは1番強靭で2番が狼だと思った1番強靭だっていう発言の何がおかしいのかなって2番には思ったから、うん、教えてって思うけど、はい。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠がある？7か、これ7だ。投票が終了しました。7だ、7。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。三四郎を見た瞬間に俺はもう4番の狼って本当に見えなくなったんですよね。14ローロー、はい、いや、2黒ない7、まあ、1級だったらうまい、1号だったら、まあ、やっぱりねっていうぐらいです、はい、やっぱりねっていうぐらい。1音だったらびっくりします。はい、本当に3番が4しろ打って4番が3番を3番強靭でしょって言って初日から3番の芯を落として1番が出てくる、1号ロロだなと思ってますね。はい、1番ってなんか2番が、2番がひたすら HP 低い低いって言ってるけど、5番の方が俺は HP 低かったと思ってるので、安直に普通にやっても、ちょっと待って、ちょっとついてね。5番1言ってんの、ライン切りか。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ちょっとなるで、これ。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。真摯すべきものではない。8、9番のプレイヤーが発言します。じゃあ一番さんが七白ってことは、一番さん目線ちょっとねには占ってないんだよね。69か62か3番が4番かこって6番が出てきてるっていうことかはないと思うから、まあ一番さん行くんだけど、私は、ね、1号か6、7かなと思ってて、6番さん残して5番さん占ってほしいなとは思ったんだけど、一応はないと思うんだよね。3番狂人で4番囲った場合って、1番さんが狼で出てくるっていうのはないかなと思ってます。で、5番さんで変だなって思ったのは、その1音があるんじゃないかっていう精査を落としたのが変だなと思ってて、3番狂人で置いたとき4番が、囲われてるのに1番が出てくるっていうのは変かなと思ったから、1号はあるかなと思ってて、1号で9の票回収に来てるのかなとは思った。1番さんはあんまり9を怪しんでなく、4番さんは9のこと怪しいって言ってたけど、5番がいやいやって言って、で 9番はないと思うみたいな発言するのって、1号ローロで9の票回収に来てるのはあるかなとは思ってます。ただ5番さんが1番に行ってるから、まあわかんないけどね、ラインを切ってるのかなって思ったりもする。どの道釣り切りだから。かな。で、6、7が見えるって思うのは、まあ、盤面的な話、まあ、6番さんが7にしろってっていう感じかな。それぐらい。はい。1番いきます。1番のプレイヤーが発言します。いや、もう俺7番さんで黒が出ると思った。もう完璧に俺に投票してるから、けど7白だったのよ。でも俺4番さんが狼だった時はもう6番さんがよく出たなって思う。だって、3が4白打ってる時点で6目線って3の強が透けてるから7に白打つと7が新占い師の可能性って十分あったのに、それで白打ってるからさすがに4のローはちょっと追ってないのよね。で、まぁ、ちょっと俺芯決め打ってほしい、正直。俺がもう2、俺決め打ちば勝ちよ。2か9に人狼がいるから。俺は9番さんだと思ってる。その理由って6番さんって初日の1周目5番さん叩いたじゃん。6番さんって初日の1周目5番の釣ろうとしてるんよね。ってなると5が結構9を怪しんでなかったかなって俺思ってんだよ。だから6って5を釣りたかったんじゃないかなって俺思ってるから、6、9じゃないかなと思ってんだよね。いや、7番さんが俺のこと2戦目で追ってるからちょっときつくて、正直、2番さんって結構俺のこと新目で見てたよね。2番さん俺狼あんま追ってないから、2番さん走らしてくれない？ 2 番さんもし、多分俺釣られて2番さん釣られた時多分負けるんよ。だから2番さんここで走らしてくれたら勝てるから、2番さんごめん走らして、もし俺のこと死んで追ってくれるなら。2番のプレイヤーが発言します。出た人外の上等文句といったところでしょうか。しおってないですよ。1番いきますよ。まあ俺も5番か7番だと思ってるんだけど、5番が視点更新をずっとしてない人物で、ずっと俺に乗っているだけだし、7番に関してもいや、それって当たり前、当たり前ではないでしょ。で、9番に関しては、6、7とか、なんか、どこどことか、いらないと思ってるんですよ。単体でいいと思っているから。ダメだ、これ、肉っちょも出されないけどな。そんな感じですね。いやけど5番、7番に白出してる一番のシーンってあんまないと思う。紙しかないから、グレーカウンター迫るしな、はい。で、今の発言でしょ。今の発言は、ジンガー CEO と捉えてます。はい、まあ5、7どっちかなーって感じではあるんですけど、で5番視点ってさ、俺黒で見てんだったらさ、僕釣りたいんじゃないかなって思うんだけど。
いや、初日4カメはいいのにね。これは5が黒の5だと思うよ。はい。7万返してもおかしいけど。以上です。今日は絶対値いきます。4番のプレイヤーが発言します。いやー、5番を怪しむ視点がおかしいよね、6に。もう2番俺見てないよね。2番がわざわざここで狼だった場合って5、7からの票って欲しいと思うから。いや、俺1番死んだと思うんだよね。デラスール9番だと思うんだ。7番俺隠し戸置いてるんで。はい。あ、4番ないかも。6番がね、おかしいよ。4かまれんたの発言して、狼っぽくて、占いたいっていうのはちょっと違うと思ってるよね。はい。いやいや、4かまれんために7しろって言ってんじゃねえ。俺は5番騎士だと思ってるんで、はい。あ、4騎士だ、これ。5番騎士じゃなかったらもう1号ローローだと思ってます。4騎士だ、これ。で、ラインね。じゃあ1番とりあえず行って、その次は俺多分5番に行こうかなと思ってます。はい。以上っす。5番のプレイヤーが発言します。いや、これはね、俺がね、すげえ悪いなと思ってるのはね、あんまり人の話を聞いてなかったのがね、悪いなと思っている。ただ2番、4番の言っている2番の5番、7番に視点を向けるっていうのが村っぽいっていうのは分かった気がするね。5番に視点が向いているときって2番って5番にひたすら殴ってればいいし、5番が2番に対して視点を向けているのか、2号で殴り合えばいいと思ってるから、そこで7番に対して視点を向けるのが2番は村だと思ってるんですよね。怖いなぁ、わかんねえ。2番だけは弾いていいなと思った、今日は。だから、ね、3番強陣で4番で囲われて1番が出る構図って俺あると思うんですよね。9番がそればっかりを弾いているっていうのは盤面上だけだと思ってるから、それが気になるなぁと思った。今日に限っては。全然やると思ってるし、やったことあるしっていうくらい。ただ6番が狼の時は7番でしかないなと思ってるんですよね。一番九番狼って自分はないなと思ってるのが、一番は九番を後ろ強化している人物だから、それは初週の発言で一番が九番に対して評価をしているから、一番狼の九番相方はないと思ってるくらい。めっちゃむずいな。いや、いや俺はね、100% 悪いと思ってますよ、自分で。自分で自分が悪いと思ってるけど、あんまり613の話聞いてなかったなと思っていて。そうなん、2番だけは弾いて、479で迷ってるか、1番、9番はない。6番、9番があるかどうかを考えればいいと思ってるけど、9番であそこで5番、2番を釣りたいっていうグレーだったらっていうのがいらないと思ってるから、4番、7番だと思ってるから。わかんないわ、本当に。7番のプレイヤーが発言します。やっぱ5番おかしくね。9番、1番、狼ペアセットを否定する上で、1番が初日の初週に9番を村評価したから、1番、9番の狼のペアセットは弾けるっていう発言って、1番、9番両狼の否定要素がめちゃくちゃ薄くないか。だって初日だけでしょ、それって。初日の初週だけでしょ。そこだけを取って1番、9番の狼を否定する5番って、明らかに弱い要素で、1番、9番の否定をしていると思ってるし、しかも今日になって4番の意見を借りて2番だけを白弾きしていって5番の考察が不自然でしかないと思っており、仮に4番7番、まあ7番を狼軸で追った時に7番を狼軸っていうことは1番6番から白が飛んでいる俺は1番6番から囲いが発生している状況になるってことは、要は3番が死んだっていうことになる。じゃあ3番の死要素がどこにあったかっていう話になるんだよね。5番が7番を怪しんだ時、まあ2番も同様なんだけどね。はい、3番、まあ遺言かどうか忘れたけども、3番って一番新軸の考察をなぜか残しているんだよね。それは4番が落とした通り。はい。3番は一番新軸の考察を落としている段階で、3番の芯がないってそもそも気づけないですか ?3 番の芯がないってことは、1番、6番のどっちかに芯がおり、7番に白を出している1番、6番のどちらかが芯っていうことは、僕は隠し白ですよ、ほぼ。3番の精査ができる場合で。はい。そこまで視点落ちないですかね。はい、5番だと思ってる、最終はね。はい、1番釣ります。全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。あ、ハルコ、
はるはるぽよんさんギフトありがとう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは一番プレイヤーにより追放されました。これ誰も2と9を怪しんでない時点で俺勝てる気しないんだけど、まず俺の相方誰？俺の相方、まず3番さんの芯は切れるよね、みんな目線。3番って1芯とか言ってるから、3番って1芯って言ってるから、まあ3の強靭を分かってもらえるよね。で、6と1に人狼が必ずいるよね、どっちか。6か1か人狼で、1が人狼で、俺誰かから怪しまれてた？2番さんも1を特に怪しんでないし、3も1怪しんでない、4も1怪しんでない、5番が1を、若干怪しんでたぐらいで、6がごつりよしでしょ。7も、俺怪しん、7は俺を白く置いてくれたよね、1周目。俺一切怪しまれてないから、俺が人狼で3周目に出るメリットって、誰をかばったの ?2 をかばって俺が出てきたの ?1 番が占い仕様に。1、2人狼だったら6輪人狼ってないじゃん。だから、俺の相方っていないのよ。で、俺9番さんだと思ってて、なんでかっていうと、やっぱ5番さんが初日9を結構釣ろうとしてたから、6って5を釣ろうとしたんじゃないかなと俺思ってんだよね。だから俺は6級だと思って、俺7番さんで黒出ると思ったのが出なかったのがちょっと痛くて、でも騎士がグッチョブ出せば、もうとりあえず勝ち確で2と9ロラすれば、とりあえずただ9番さんから言ってほしいなって思います。夜が更けました。人狼に気をつけてください。アリスさんギフトありがとう。めっちゃギフトくれるやん。仮面やろ。四グッチョブ出るよ。夜が明けました。四冠だ。昨夜は1名の方が亡くなりました。あ、四冠割れた。四番、五番のプレイヤーが発言します。いや、これはね、俺が 100% 悪いと思ってるんですね。多分疑われてると思うけど、四番が五番に対して。騎士だったら出てこいやって言ってることが、釣られる4番で騎士ないと思ってほしいんですよね。あ、逆に釣られるこれやべえなと思ってたんだけど、多分みんなの5番殴りが正当に感じてると思うんですよね。だから騎士殴ってるからもうダメだ。7やられるな。いや、俺が先犯だなと思ってんだよな。8けど5って4声しかなくねえか、これ。9番も初週のあの発言で5番、2番に手札をかけたいって言って、7声、7、あ、7白く言ってんだ。9番ってそれって言わなくていいと思っているから、9番も狼っぽくないと思って7って5声死んでて、狼7かまんやろ。7と3番死んでしょ。それはね、7番で言っていた通りなんですよ。乗っ取りかな、これ。めっちゃわかるなと思った。あ、そっかってなるんだよね。いや、まあ、乗っ取れんやろ、ここ。ごめんなさい。本当に申し訳ないと思ってるけど。4番、騎士ないの使い捨て騎士って4段かな。いや、9番、2番、9番、2番、どっちだろうね。本当にわかんない。多分3番強制で7番、8で9番、2番を戦争して、自分は9番、2番の白村予想を拾ってしまっているんで、発言することができないわ。お互いから白もらってるから7声はありか。大変だと思ってね、やっぱ2番なんですけどね。7番のプレイヤーが発言します。うん、めちゃめちゃむずい。5番の乗っ取りまだ追ってるから。初日8声でしょ？ 2 日目捨てっておかしくねえか？ 2 日目捨ておかしいよな、絶対。もう騎士殴んない方がいいよ。初日3釣られ7番も騎士殴んない方がいいよ。3釣られ8声2日目に捨て声絶対おかしいよな。6番釣られ1残りでしょ。
あの盤面1噛まれる盤面って全然あるから、5番新機種の時に1番護衛しないのか、ね、7番5殴っちゃダメだって、せっかく5番7護衛してるってことは思ってないんだから、2日目に捨て護衛する意味全くないと思うんだよ。だってしかも勝つあれでしょ、2番だけは狼っぽくないって言って最終結論2番はおかしいと思ってるって。いや俺5番だと思うけどな。なんで？もう9番6、7追ってるし、2も7追ってるんで。あの、今の今まで本当に分かんない。色が落ちてないっていう感じ。で、まあ2番は2番で、1番とはつながる位置ではあるが、いや、5番の方がっていう感じなんだよね。いや、騎士で出ないよ、普通。うん、4、5なら。総合的にも5番変だし、そもそも2日目の捨て声って絶対新規してやる行為だと思わないから、分の1になっちゃうから、もう急に発言9番のプレイヤーが発言します。ちゃらめんさん、ありがとう。わかんないな、なんか紙位置も変だなって思ってて、4番さんが噛まれるの、だって4番さん自分が騎士ないこと透けてたじゃん多分。で5番さん騎士だったら出てこいって言って、5番も出てこんかったら7、9、2にいると思ってそこら辺噛んでくると思うんだけど、4番さんってどこやしんでたっけ、私だっけ、あちゃらめん、2番弾いてたっけ、ちょっとそこ思い出せんな。そこ教えてくれるかな。7番さんが狼だった、ね、1号で思ったの。だから1番さん5番さんが私の評価者に行ってるのかな。なおかつ1番さんがその段階で2を弾いて急にしかフォーカス向けなくなったからなんだろうって思って、わかんないな。7番が5番の乗っ取りを、あちゃらめんさん、5番が新規しちゃった時ヘッド買う行為してるなって思っちゃうけどな。3番シーンもあるかなと思ってて、1号か6、7で追ってた時に1番が7番にしろ打ったでしょ。なんか6番相方って7番ぐらいしか見えなくて、4番は盤面的にないかなと思ってたから、これね、9番さん、俺リスナーだから強心で出るの知ってるからな。ありがとうございます。ちょっと分かんない、本当に7番さんが5番さんにフォーカス向ける、捨て声って別にいいんじゃない、噛まれたらそこおかしいのかな、ちょっと分からん。考える。2番のプレイヤーが発言します。まあ初週パッションではね、俺は3は芯かなと思ったけど、まあ、だんだん黒くなったんで3の芯ないと思ってて、1は陣外使用したと思うんで多分6が芯だと思ってます。で9番5番の精査です。で5番騎士持っててなんかあんなごめんねとかそんな発言なんのかなって思うんだけど、6にしていかないと思うけど、普通の村だったらこの盤面で、うん、9番隠れちゃうんですけど、あーこれ7いかないか、9番隠れちゃうんですけど、1級で2番の評価してたのも見えるっちゃ見えるけど、5、うん、だから引っかかってるのはそこ、5番地点です。7番か7番にフォーカスいかないと思うんですよ、この盤面。3番の7の発言、1番の7の発言、6が一番真だと思って。いや、5番騎士なら黒乗りできるよ、9-1に叩けるから。だけど6番の発言力ここまで、5番騎士だよね、1周目から9-1に叩いてるから。黒打たれないように叩けんな。そんな感じっすね。9っての見えるけど、俺、5騎士だったら出るべきだと思うよ。一番疑われてるでしょ。ちょっと待って。7か9だろうね。5行きます。5行くんかい。5行くんかい。5騎士、出るかな、狼で。まあけど4騎士っぽいなとは俺思ったけどね、逆に騎士内の透かして。どうなんやろ。あ、2投票が終了しました。
追放されるプレイヤーは2番、あー、2番の遺言を発表してください。2は HP 低いからないわ。うん、わかんない。わかんないよ、こんな。2は HP 低いからない。5か9なんだよ。5番おかしいでしょ。この場面、絶対7番には目線いかないんだよ。だけど9番も3番のシーン追ってんのがくせえなって感じるから。まあ、わかんないね。はい。リチャーに下だと思うよ。はい、以上。7だ、7だ、これ。夜が更けました。7だ。人狼に気をつけてください。最終便乗してるもんなの。いやー、勝ったね。グッチョブはもう起きないから。5が人狼でももう騎士は死んでるし、5が騎士なら5神でいいし、アーマーはさすがにないから。よかった、霊能に刺さってたけど。うん、初日死んじったのがでかいね。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、ゲーム終了。人狼陣営の勝利。あ、やっぱ7番さんか。いやー、危ねえ、助かりましたわ。いや、俺死んって思わなかった？いや、多分3番死んだとは思ってて。ああ、俺強人だと思ってた。うん、67試験は3死んでしかなかったね。いや、危ねえ。てか、5番の乗っ取りって 100% ねえんだよな。別に捨て声おかしくねえんだよな。危ねえ。青川部さんの死んでた。7番の5番殴り、超不当かなと思ったけどよかった。危ねえ、マジで。マジで話聞いてなかったんで、ほんとすいません。いや、5番さんね、話聞いてないからね、占われたいのかなと思って、騎士だと思ったよ、俺は。いや、47迷ったんすよね、これ。いや、ただね、3のシーンがね、もうなかったからね、7番さんには届かなかった。3のシーンなかった。5は率直に早めに出た方がいいよ。ああ、そう、迷った。まあ、もうダメだなと思って、すげえ後悔しました。だからね、5番さんがね、真っ先に出た方がいい、5番は。言ってるのに、6番さんが5占いって言ってるのがね、ちょっとね、しんぽくなかったんよね。当たってたじゃん、67人人の1強。いや、大当たりだから、2番が脅威だったわ、マジで。4番噛んだの、なんで？うん、そこ聞きたいな。4グッチョブ出そうじゃなかった、7番さん。いや、まあ適当っすな。なんか4番が一番多分名は届かないだろうと思って噛んだまで。ああ、なるほどね。なんか、たくまさん、シーンやったら4番のやってる声、イムラリないよって言うかなと思って、偽かなと思ってた。いや、けど俺発言終わってなかった終わってたよ。いや、遺言でさ、言えたくない、うん。ああ、そういうことね。そう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 。いや俺正直けど4口かと思ったよ。4番噛まれたくないから7狼追ってるけど7を白置きしてわざと騎士ないのすかして4口かなって俺思った。67にしか見えんかったからさ、6画廊だった時3番の芯を切ってて、だから5番が騎士だったからもう分かったから、6番さんがね5番占いたいって言ったのがそれ占い師してんじゃないと思ったから、6番狼で一番新進行してたんよ、ね、だから5番が騎士だったら出てって言って俺9番詰めようとしたんよ。ああそうなったんだ。けど9つけたら負け。あ、グッチョブ起きればあれか。うん、9つってグッチョブ起きたらまあ続くね。頑張れたかったな。いやー、俺2番さんは HP 的に狼ないと思ったから潜伏して2釣りでもいいかなと思ったんだけど、8番さんが黒かったんよね、9番さん。だから囲ったんだよね。そうそうそう、9番さん黒は人狼やろと思って、囲ってやれと思ったら霊能で破綻してんじゃんと思ったけど、まあさっき試合前に破綻ないって言ってたから、いいかなと思って。だから、たくまさんなら出るかなと思って、3試合目でも強靭で怪しいとこに白ってさすがリスナーさんだね。俺出るから、ね。いや、まあ、白は強靭だなと思いました。あ、思った。あ、思ったんだ。いや、俺はなんか、護衛を一番に捨てほしいで、なんか、興味を見る。ああ、なるほどね。俺、死んでも同じこと、まあ、言うっちゃ言うんだけどね。そう、2番さんが5に行くって言わんかったら、なーって思って、あんまり5番の乗っ取り追えなかったから。あ、なんか新目線は、俺が死んだとやっぱ7黒だよね。
うん、最終まで行ったら7釣れないよ。ああ。いやーなんかワンチャン67に見えてたから6番ゴローだった時はそこに白打ってるし、なんかワンチャン三振あるのかなって考えちゃったんだよね。いやー、まあ、これね巨人目線ね、巨人目線やりやすいよね。1周目に出られるとも結構囲いやすいしライン見えるから、6番さん5釣りをしてるから5ないとかわかるし、5ないよね。6、7ともに1周目、うん、5番さん釣りをしてたんやね。そうそうそう、うん、5騎士は納得だわ。5番さん騎士だから91に殴れるんよね。いや、1番さんの七代があったからね、もう7番は釣れなかった。釣れんかったよね。はい、ありがとうございました。6番本当にあの3番が真理しかなかったから、3番の考察はもう真理だよ。ありがとうございました。お疲れさんでした。お疲れ様です。お疲れ様です。